一つのエクササイズで理想の体を手に入れる。ジムに通う暇がない？私みたいにできるだけ早く引き締めたい？今日は理想の体に最適なエクササイズをご紹介します。プランクです。プランクとは何でしょう？どの筋肉を鍛えるのでしょうか？プランクだけで本当に引き締め効果があるのか気になりますか？このビデオをクリックしたあなたはきっとエクササイズを始めるきっかけをお探しでしょう。モチベーションアップのためにもいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。プランクは最も効果が高いエクササイズだと言われており、何よりも体一つあればどこでもできるのが特徴です。時間とお金の節約だけでなく、他のエクササイズよりも短時間で効果が得られます。でもどうやって？プランクで全ての筋肉を強化し、それにより怪我のリスクを減らします。背中の痛みも軽減します。プランクの状態では筋肉の収縮により心拍数が上がり、カロリーを消費します。一見単純な運動ですが、腹筋運動よりカロリーを消費し、新陳代謝を促進します。定期的にプランクを行えば、背中、肩、腕、首の筋肉が強化され、姿勢も良くなります。私のようにバランスを保つのが苦手でも徐々に改善されるのを実感するでしょう。そんな簡単なエクササイズでたくさんの改善が見込めることに疑問を持ちですか？腕立て伏せによく似ていますが、プランクはできるだけ同じ体勢をキープすることで体幹を鍛える運動です。始める前に注意点を申し上げます。はじめは絶対に無理をしないこと。太りすぎ、または心臓や背中に違和感がある方は、まずはお医者さんにご相談ください。では始めましょう。腹ばいになり、肘で体を支えます。つま先立ちになり、背中はまっすぐ、上半身を地面と平行になるように意識し、こんな感じです。効果的なプランクのポイントは、お腹と腰の筋肉を可能な限り伸ばし、呼吸をすることです。腰に痛みを感じる場合は間違っています。お腹と腰の筋肉を鍛えていることを意識してください。正しい姿勢が分かったら15秒からスタートし、限界をテストします。その後、姿勢を保つ時間を30秒、45秒、60秒と伸ばしてもいいでしょう。努力次第で体全体の筋肉を機能させ、しばらくすると減量効果も現れます。